to Delta Base. White Wolf to Delta Base. Do you read me? This is Delta Base. We read you loud and clear. There's a powerful blizzard over Delta Base. Visibility's less than 70 feet. Easy as she goes. Roger, Delta Base. We're coming in north by northwest. Message received and noted. Landing permission granted. Dr. Takaoki from the Far East Branch is arriving. Research and security teams assemble at the heliport ASAP. How are things on the ground? Well, due to the heat from the inner Earth, the temperature is a toasty 60 degrees centigrade. Heat from the inner Earth? Must be really deep down. Yes, quite deep. In fact, the oxygen density is less than 1/20 of that. What about radiation? Within parameters, but we have detected a high concentration of large neutrino particles. Neutrinos down this deep? That shouldn't be. Agreed. It goes quite against the laws of physics. There's just no explanation for it. I see. We must go to the ancients. Perhaps they'll be able to shed some light on this. Incredible. It's astonishing to think that such a thing exists on Earth. This discovery will completely upset our reviews of Earth and her history. The ramifications are unimaginable. It's unprecedented. Nothing like it in our own civilization. Turn the light on, please. Yes, ma'am. Are you sure nobody outside WAD knows about this discovery? Oh, my. Notice that the neutrino fell gathering in the middle of that line. Could it be a temple of sorts? Well, it could very well be. The whole room seems to be charged with energy. Is it human? Yes, it is. But whether it's male or female, I couldn't tell you without further investigation. What's this? The room feels as if it's alive. I feel it too. You're planning to bring in another investigation team, aren't you? Yes, and as quickly as possible. But first, we've got to take care of this crater. Package it with extreme care and have it rushed over to the Far East Branch. Understood. はい。皆さん、おこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田小池です。というわけでね、今回、まぁ、ちょっと、お試しにね、出てるよね。出てますよね。私、浅田小池が、自作したアバターがね、ちょっと出てると思います。今回ね、VTuber っぽいことしてみようかな、みたいな、ことみたいな感じで、レトロゲームはね、こちらの方では実況していこうかな、とは思います。このゲームは、アテナというゲームなんですが、アテナというのはあれですよね。この下に出てるように SNK さんがね、やられているゲームということは、あのアテナですね。KOF でおなじみのあのアテナが、
主人公のゲームです。まあちょっとそことは時系列っていうか、まあなんだろう、世界線が違うんだけどね。まだ最後パワーに目覚めていないアテナのお話。アテナ。まあ何気にスタートしてくるぜ。基本的にムービーに字幕は入りませんのでね。黙る。どちらを使いますか。ファージとプラスミドの両方を試してみましょう。かぶっちゃって。ゲノムクローンでよろしいですね。ゲノム。ええ。準備が整い次第、除核卵に移植して。ゲノム。双方の観察結果の際を書面にまとめてちょうだい。わかりました。高木所長、パークエリアでお呼びです。何かあったの？情緒の安定しない再生恐竜が一体あるということです。恐竜。あとはお願いね。はい、恐竜。行きましょう。まあ、遺伝子をね、研究しているところだから、この恐竜もね、遺伝子で復活させてんじゃないかな、みたいな。ジュラシックパークです。神ならぬ身で生命をもてあそべば、歪みが生じるのは必然だわ。歪み。なんと。オフレコよ。はい。最近の WED の現状、あなたはどう思う？本業である電子工学のみならず、軍需産業、生態工学にまで手を伸ばしている。それは躍進と呼ぶべきでは。躍進？摂理に逆らい生態系を歪めることが躍進。奴は私たちをただの手駒として捉えている。やつタンタロスネスじゃないの。所長が開発したシステムではありませんか。ネスっぽいよね。特等使者はタンタロスの上に成り立っていると言ってもいい。生みの親だからこそわかるということも。ドガン。何事だ。ネルソンが暴れてる。恐竜が一体暴走しました。識別コードは ADE。識番未登録です。タイプ獣脚類、通常装備では無理ね。警備部へ連絡、一三式を一気手配して。はい。管制室より警備部第三総裁。パトルイバーいいね。すごいねこれ。こういうゲームじゃないですよ。このロボットは操るとかじゃないもんね。フロントミッションじゃないから。予定処置が済むまでは気を抜くなと。あれほど言ったのに。でっかいワニだ。壁を下ろせ。ダメだ。無能どもめ。でっかいトカゲだな。オイラはトカゲじゃねえって。恐竜だよ。恐竜だよっつってな。ああ、なんかキラーマシン来たっけ。キラーマシン。バンザーでーす。すごい。またそう、プレデターみたいな。肩。剣舞。ああ、当たってんのか、これは。当たってるらしい。別に血が飛び出るわけでもなし。血が出ないのか。人工血液。どうすんねんこれ。異常警報なりすぎじゃね。はん。先ほどの恐竜ですか。自由が欲しかったの。何かが間違ってる。全てがな。これが罪でないなら何だというの。罪なのです。罰なのです。少し休まれた。所長が何をお考えなのかは自分には分かりません。ハインさん。自分は所長のエグゼクティブガードです。ハインから誇りを持っています。いついかなる時も所長をお守りします。ありがとう。
高沖清の博士、本日12時をもってあなたのアーフ所長解任および拘束命令がおりました。何、ご同行願います。どこのもんだお前ら。どこからの命令だ。レベル5、ね、レベル5はお分かりですね。ネスツ、拒否する権利は認められません。抵抗はなさらないでください。他のガードも武装解除済みです。こうやって今日も誘拐したのかな。レベル5はタンタラスの直通。先手を打たれたというわけね。タンタラス、逃げてください。やられちゃったぞ。並木くん、逃げてくださいって言われても、ここ屋上だから絶対逃げんねんって話だから。あ、今年だね、これ。2018年だ。ドクター高沖の放牧から8年。彼女の背任。大きな損失と言わざるを得ない。彼女抜きでは研究は進まぬ。はい。我々の求める、完全なる SB ユニット。肺がんなの。唯一の成功例である10回目。ASB でも彼女の作品だ。しかもその成功率はまだ役不足。やはりかねてより提唱されていたネイティブのことか。2、3の候補が挙げられてきている。中でもこのアサミア・アテナ。彼女は何者なのか。不確定要素が多すぎる。アテナ、星稜学園配属のシークレットエージェントに対しコード C011 発令およびスリープ中の AEX04 アストライアスを凍結解除。アサミア・アテナとの第一次接触に投入を手に。承認。回答保留。条件付き承認。承認。かっかつ商人。もうすぐ春休みだ。各自成績資料をサーバーから落としておくように。以上。起立で何、補修が有料なの？おいくらかかるの？でもこれすげえハイテクだな。ハイテクですね。これ何、出席番号ね。うわー、すごい。3月。今年の3月。帰宅。これ自動的になるの？これすごいね、これ。ハイテクですね。アテナ、じゃあね、お先、バイバイ。バイバイ。言ってからバイバイしなかった。アテナ、まだ帰んないの？ちょっとね。さ、じゃあね、またね。じゃあな、アテナ、アテナ。リカ、早く来ないかな。学生、学生らしいですよ。そう、あ、アテナ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 、もう遅いわよ。お腹空いちゃったよ。なくしちゃった、どこ行っちゃった、なくしたなりよ。ディノアクアリウムのチケットどこに置き忘れちゃう。ちょっと、チケットがないと明日行って戻るのじゃな。明日一緒に行くって約束しろ。もう、リコいつそうなんだから。アクアリウム楽しみにしてる。もう分かった分かった分かった。もう家探そう。あ、チケット、学校とかにあるんでしょ。今から一緒に探そう。うん、探そう。私、教室で見てくる。
어서서 하시드그를 잡다리가 맞대요. 어떻든 지난다가라 뭐. 스시라이드 아다시로 나바이와 아사미야 아테나 데스 아이돌 데스 아이돌 마다 아이돌 지 아이돌 시리즈의 류가구인 포토 오브 1년 히마노와 아시사키 리카 아다시라 신연이시대 동級生 동級生 네 미테나토오리노 아와테모노 마르기가 나이 코다다케와 와카른다게도 今度は明日行く予定だったアクアリウムのチケットをなくしてしまったみたい。さーて、探すの手伝ってあげないとね。さーて。はい、始まりました。このバイオハザード。パラサイドイブ。どっちでもいいかな。チケットを見つけるまでは帰れないわ。帰れないっつー話っすわ。ラジコン操作だよ。まあな、なんと言っても。ラジコン操作だよ。それだけやね。アテナー。上よ、上、Z 注目して。何してんの?もう下校時間だよ、下校時間はわかってるんだ。今、図書の本を整理忙しいんだ。重い本が多くて大変。アテナ、今なら手伝ってごめん。今、リカと探し物してるの。そう。か、じゃ仕方ないね。ごめんね。いいよいいよ。じゃあまたね。うん、またね。サイコボール。なんでサイコボール打ったのよ。あ、まだサイコボール打てないんじゃないのこれ。サイコソードぐらい。まあ、まだサイコパワーに目覚めてねえから。普通と、一回。一回だ、モップくん。やあ、モップくん。今日も戦国焼肉でバイトかな?期末試験終わってほっとしたんだけ。ああ、やっと期末し、やっと試験終わったよ、終わったよ、終わったんだ。知らねえ。トイレは、後々入るから。あれ、どこだっけな。この人誰?にょう。一の A 組、アサミア、アテナ、それだけ。おい、それだけかい。ね。まあ、各教室入っていきましょう。ちなみにこのアテナ、一回やってんだよな。一回全クリしたけどさ、覚えてねえんだよ。アテナ、まだ学校にいたの、はぶられた。まだ学校にいんの、お前、みたいな。ねえねえ、これからケーキ食べに行かない?行く行くごめん、今リカと探し物してるの。そう、アテナも大変ね。まあね、あのリカが相手ね。あのリカ相手、大変ね、みたいな。トラブルメーカーみたいじゃん。やあ、浅見なアテナ君。僕の名前は江野浩二文丸。桜大工を持って行きたまえ。お、なんか、桜大福を手に入れたぜ。アテナの大好物なんだよね。桜大福。と、あとなんか、ごまきなこの、牛乳で溶いたやつ。とか、なんかマニアックすぎるやつ。が好きなんだよな。はい。次、ここなんだろう。D って書いてあるのかな。B ですね。B だな。1、B だよー。あ、あれ、ムービー入った。あ、びっくりした。バグったかどうだ。遅いで、あ、剣数くんじゃないですか。超球団や。遅いで、嫌がらしい。いよいよこれから告白に行くんや。はぁ。まさかこのワイがあんな女の子が好きになってしまうとは思わんかった。寝ても覚めてもあの子のことが忘れられへん。何のこと?隣のクラス、一の A の女の子、アサミア・アテナめっちゃ可愛い。本人います。
しかしな、このワイの魅力でアテナも一苦労や。三日日分寝ずに考えたこのセリフでな。何何気になる。ワイはアテナのナイトヤサがいな。どうや、決まってるやら、いがらし。これでアサビやアテナも一コロ。全然。うお、おわ、あ、アサビやアテナ、本物や、本物、本人や、本人や。なんだ、握手する。いがらし、どこ行ったんや。一体何なのあの人。ストーカーです。後のストーカーです。陳先生とは修行しなさい。修行しなさい。あ、件数って1の B なんだ。隣の国な、組なの。隣の国って何。ちま、中国人だ。中国人なんだっけ。一応検査。おい、アサミヤ。あ、ミミヤ先生。何をやってやるんだ。もう下校時間だぞ。教室ね。忘れ物しよう。そうか。用が済んだら早く帰るように。はーい。はーい。はいはい。はーい。うるせえ。うるせえっつって。最低だよ。不良だ、不良。そこの君、そこの君、何やってるんだい。急いでるんだから邪魔しないでくれ。きゃごめんなさい。保育帰らないと教室にロックがかかるぞ。ロックがかかるぞ。ロックがかかるぞ。生徒会長的な、風紀委員的な、あ、なんか落ちてるわ。清涼飲料水。清涼飲料か。わかったなぁ。明日せっかくのお休みなのに、2階の教室にお財布忘れちゃった。で、ドジッコめ。なんて書いてあるんだ、俺。2階にワックスを塗ったばかりでーす。2階には上がらないでちょうだい。以上です。クイックターンできるね、これ。まあ、ラジコン操作だから。むずいんだよね、意外に。じゃあ次、1の絵、自分の教室だ。さっき入ったばっかだよね。あ、誰かいる？あ、いたいた。理科いた。チケット見つかったりか。ダメ、見つかんない。ここじゃないのかな。あ、そうだ、今日どっかでアテナに見つけられてたよね。あれ、どこだっけ。あ、そうだ、トイレ。そうか、休み時間の昼休みの、あのトイレ見て、アテナもう一回ケース見出した。リカ、ちょっと待って、もう、リカってば。とりあえず教室を探してみよう。リカ。リカ。まずは、リカの机かな。なんか落ちてるね。うわ、なんか毒っつったよ。一口チョコをマーブル的。チョコベイビーで言うんだろうかね。チョコベイビーだよ、みたいな。やばいね、今のは。さて、これだな。なにこれ。相当、危ねえ。いきなり音ゲーが始まるんだよな、これ。そういや。思い出してきたわブラッドメドリーブラッドじゃないんで、これがサイコメドリーってやつよ。はぁ、ルイッカ、ルイッカちゃんなのかマーキーなのかよがマーキーは、あれだ。今日の彼女。あ、ロッカーの中にあんちゃんよ。ディノ、で、今の、ディン、何
理科のロッカーに一撃つなんか自動的に付いたな。怖ハイテクなのになんか PC が古いんだね。みんなカリカリ今言わないっしょ。言う？デスクトップだと言っちゃうから。どうかな。あ、何？アサミラアテナの覚醒を確認。アサミラアテナの覚醒を確認。ガチ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 。チカチカ。チカチカだよ。怖っ。怖いわ、これは。お目覚めかい、アサミラアテナ。誰だ。誰だ。何今の。今のはククリさん。今のはククリさんだって面白いね。じゃあ何今のは。そうだ、そんなことよりディノアクアリウムのチケット、あそこにチケットがあるの。あそこにチケットがあるの。まあ、チケット取っちゃおうが、リーカーのとこだけ貼っつけてるな、リーカーって。鍵かかってるし。鍵はリーカーが持ってるんだ。リーカーはどこ行ったっけ。おなごトイレ。おなごのトイレでしょ。さて、お花を摘みに行くか。お花を摘みに行きますよ。そういや男子トイレって入れるのかな。やだ、恥ずかしい。恥ずかしいとかっていうレベルなのかな。やらしいとかじゃなくて。お盛んですね。あるアテナ帰ったんじゃないの。まあ、やらあるあってね。リカ、ここに来なかった。リカ、さっきトイレの中覗いてから出て行ったけど。そう、ありがとう。そういえば、一の C の文彦くんがアテナを探してたわよ。しょうなの？しょうなの？わかった。一の C に行ってみるね。アテナ、一の C に行きまーす。どうしたの、アテナ。ナプ。やめとこう。ツレション？ツレションなのみたいな。あ、下校の時間になりやした。まもなく各教室のドアがロックされやす。これさ、ドアロックされちゃって中にいたら閉じ込められちゃうってこと？地の死でここでしょ？さっき、ふみひこくんいたじゃん。ふみひこくん、ふみひこくん、どこにいるんだ。ふみひこくん、お茶でも行く。何？件数を誘いなさいよ。ニックマン、やあ。あさみ、アテナくん、あ、これ聞いた。江戸時代から続く和菓子本舗。みやびたくより、何それ。みやび、なんだろうね。なんだろう、なんて読むんだろう。ミタミアンなのかな。ミタミ、ミヤ、インドマグ、ミヤビ、ターハン、何、タクアン、タクアン。イオリなの。イオリー、ヤガミ。第28代目アトドリザ。あ、はい。あ、はい。君に大切なことを教えよう。ドアの脇のインスタントカメラを使ってみたまえ。
키아메라 엔산드 키아메라 これ 多分 セーブだわな はい サイコグラグのところに出るので この音ゲーがね まあセーブでね ちょっと試しにやったんだ うがきしていいよ セーブ完了 以上かな? どうかな? 海飛行君君の行動は写真に収められる それとこの能力は君の USB ゲージを消費させない なんで USB ゲージのこと知ってんだこいつ いつでも好きなだけ使ってくれたまえ それでリカ君と探し物をしていたんだろ そちらに戻りたまえ こいつがあれなんじゃない?あ、はい エージェントなんじゃないの? これからもカメラを見逃さないようにわかったわかったっつまあね今回はちょっと試しなのでこのセーブポイントで終わりにしたいと思います それではね またのご来店待ちしておりますアテナ行きます。またね。